この3本のビスで、ここ1本ですけど、3本のビスで、取れました。これで掃除ができます。その前にこいつを外しました。外側のリング。リングを外して。で、ここは、関係ないみたい。こっちまで行く必要ないので、これ絞りを、シャッター兼絞りを開けば、内側のレンズが磨けますので。ということで。あとはここですね。ここ。ここは汚れてるんですけども、これ接着剤で止めてるので、ここビスを外して、こう、起こしてみて、どれくらいまで進めるかってとこですね。基板。だからこの絶縁のワッシャーが入ってますね。えらい。ああ、これでは起きないぞ。ね。これでは起きません。研究時間ください。わかりました。ビスを1個、2個、3個。ここの3個のビスを外すと、ただしこっちが、ハンダでくっついてる部分があるので、ここは、ここですね。見えたでしょうか？ここですね。こいつが、ハンダでくっついてて、配線つながっているので、そう広くは開けられない状態ですね。で、これを開ければいいんだと思います。ここの内部が開いてくると思います。これは結構大変ですね、これ。おそらくこれ接着剤止まってると思うんですけど、接着剤、強力です。はい、ここまで。接着剤硬かったですね。ここでやっと中の内部の掃除ができます。ここがかなり厳しいですね。こういう厳しいところにまた溜まるんですよね。こういう感じです。ここ。ここにクリックのボールが入ってます。これなくさないように。ここの押さえですね。こういうことですね。一気に締めないで、ちょっと締めて、ちょっと磁力アップさせて。おお、これ強力磁石なんで、すんごく強い。いろんなところにくっつく。3本入ったところで、かっちり締めます。はい、OK。はい、ここまで復旧できました。レンズをきれいにしました。ですね。で、ここもできる限りのことで洗いました。クリーニングしました。覗き窓ですね。
よし。ここまで行きました。これを4本のビスばらす必要はなかったですね。ちなみに、ということは、これも、周囲の、これどこに置いたっけ。ラバーも、このラバーも外す必要なかったってことですね。うん、さあ、ここで休憩かな。結果発表、組戻しましたけども、通電もして、電池も、通電もするんですけども、電池も OK なんですけども、ランプもつくんですけどもですね、グリーン、赤、ランプ両方つきますけども、シャッターが不良、オートにしてもシャッターが開いてない、ですね。電子シャッターなので、これは、修理不能です。シャッターの部分はですね、だから当初の計画通り、このレンズ部だけを、改造、デジカメ用に改造レンズにしたいと思います。